さあ今回はやっと迎え入れたさっきの絆ストーリー見ていこうと思いますが、シャーレに裁縫箱デスクの中にあるけど、全使って大丈夫だけど何かあった？鉄棒のバンドが切れそうになってて、こんな状況だし自分で直すしか。おお、直すってことはもしかして、お、その時は鉄棒を脱ぐの？それは当然なんで絶対脱がないみたいに思われてるんだ。だってずっとつけてるんだもん。おお、じゃあこれは脱ぐのが見れるのかな。行ってみましょうか。北風と太陽。なるほど。とある蒸し暑い日の午後。おお、最近ちょっと暑いっすよね。暑い。なんだか最近日に日に暑くなってる気がする。お、そしたらその鉄棒を脱ぐんじゃないか。かわいいな。シャーレについたことだし、ようやく涼しい空間で一息。あ、そっか、キャンプ場だとそもそもそういう空間もないもんね。あれ、涼しくない。え、あ、ごめん、今エアコンが故障してて。こんな日に限ってかわいそう。汗だくでここまで来たのに、ま、当てが外れた。仕方ない、とにかく当番の仕事をするか。そのまま暑いだろうし鉄棒脱いだら。何を言ってるんだ。え、人体構造において頭は一番の急所、それを守る鉄棒を脱ぐなんて作戦中の行動としてありえない。そこまで。作戦中に暑いから少しくらいと言って鉄棒を脱いだその瞬間に狙撃された兵士がどれだけいると思ってる。怖いな。銃弾が飛び交っていないだけで、シャーレの仕事も厳然たる作戦の一環。あー、でもそこまで真面目に取り組んでもらえるんだったら嬉しいけど。作戦中の頭を丸出しにしてみろ。それをタコの生徒に見られてもしたら SRT 特殊学園のイメージはどうなる。おお。あ、でも他の生徒たちも被ってないよ。それはそれ、他人のことは関係ない。そっか。とにかく私は何があっても鉄棒を脱がないからな。おお、何があっても。ああ、そうだと。何があっても絶対にだ。ほう、これはやりがいがありますよ。さてさて、この暑さということもあり、早めに脱いでもらうためにも先に鉄棒を取ってもらおうか作戦を密かに開始した。なるほどね、確かに熱中症になっちゃうもんね。さてどうするか。あ、さっき鉄棒の上に虫が。ん？ち、捕まえそびれたか。まあ虫ぐらい大丈夫でしょう。今手で捕まえようとした？むしろ食料にしちゃうかもしれないこれ。それに何か問題でも？頭に虫がいたくらいで子供みたいに騒ぐと思ったか。どんな虫あると関係ない。戦場において戦場を切り開いていくポイントマンがそんなことでうろたれてたまるか。そうなんだよね、ポイントマンなんだけどスペシャル枠。不思議だ。いなくなったらもういい。とにかく作業をどうするか。ん、この間聞いたんだけど逆立ちって健康にいいらしいよ。スカート履いてる生徒にそれってどうなの、そもそも。シャーレに保管中のカラビナとペグの耐久年数を。まあそうだよね。ねえ、逆立ちしてみない？これセクハラだって言われたらそうなんだよな。どうして私が。そうだよね。先生に変な趣味があるとは聞いていたが。そっちか、まあそうだよな。そうだよね、スカートを履いてる生徒に逆立ちさせるとはさすがにどうかと思うぞ。さすがに俺もそう思う。いや、そうじゃなくて、それはごめん。まあそれ以外の人もなんとなくわかるけど。あ、バレてる。くだらないことを言ってる暇があるなら仕事に集中しろ。すいません。あまり言いたくなかったが、最後の手段を取ることに。え、最後の手段。ああ、こっそりと近づいて先の鉄棒に手を伸ばす。それ多分やられる。あ、距離を取ったか。おい、何をしてる。死角から頭を狙うだなんて。お、油断したか。奇襲された時の対応でも見てみたかったのか。悪いんだけ後にしてくれ、今忙しいから。すいません、ごめんなさい。謝ろっか、それはさすがに。さて、結局先の鉄棒を取ることはできなかった。あれ、裁縫箱は。そういえば、ようやく片付いた。お疲れ様、ありがとう。
うん、先生の方こそお疲れ。おう。なんでそんなぐったりしてるんだ。エアコン壊れてるからか。まあ確かに気を抜くとやっぱり暑いな。あ、え、ん、どうかしたか。いや、やっぱ可愛いんだよな。え、なんでこんな可愛いんだろう、先って。え、なんでだ。誰か教えてくれ。いや、可愛いものは可愛いんだ。いや、作戦中は絶対に鉄棒を脱がないって。あ、一応終わったからってこと。なあ、それはそうだ。その作戦は今終わっただろ。あー、何か問題でも。いや、そんな。まあ熱くで倒れたりしなくてよかった。今までの作戦は一体ん。変なやついただきました。落ち込む先生にいぶかしげな視線を向けながら、先は自分のキャンプへと戻っていった、念のためシャーレの前にカゴを置いたんだけど、触れないでそのままにしてほしい。ちゃんと持って帰るから。なんか草みたいのがたくさん入ってた。あれ、あーっていうか草って先生はタラボを知らないのか。生えたてのタラの芽。あ、へえ。その辺で簡単に手に入る珍味の一つ。軽く湯だいただけでも美味しいし、天ぷらにしてもいい。ご飯にぴったりのおかずだ。まあもちろん小麦粉も油もろくに手に入らない今の状況で、天ぷらなんて夢のまた夢なんだが、多分だけど。お、同じなやつが西の山道にたくさん生えてた気がする。へえ、本当か。先生、今すぐ案内してくれ。お、いいね。一緒に山登るか。いいな、タラの芽か。迷えるウサギ。思ったより量があるな。このカゴじゃ足りないくらいだ。もっと大きいの持ってくるべきだった。おお、そんなに。わあ、かわいい。これだけあればこの先1週間、いや1ヶ月はタラボだけで生きていける。いや、それはそれで。そうかな。それは良かったんだけど、それ1ヶ月も長持ちする？もちろん腐らないように加工はする。塩漬けにしたり乾かしたり、方法もいくつかある。ああ、なるほどね。さっきタラボに詳しいんだね。別にタラボだけが特別ってわけじゃないが、どちらかというと山菜キノコ全般、その辺で手に入るという点がいい。うんうんうん、キノコか。通常時の補給が期待できない状況下では、野草が大事な食料源だが、野草の中には毒性が強い種も多い。だから食べても大丈夫かどうか採集前に観察が必要となる。つまりこれらは全てある種の生存訓練。確かに。と採集したりいろいろ話してるうちに、なんだかだいぶ山奥まで来たな。ここはどこだ。え、おや、道に迷っちゃったみたいだね。まあ慌てるな先生。こういう事態に備えてちゃんと地図とコンパスを持ってきている。ほう、これさえあれば毒図法で簡単に道が見つけられる。毒図法。あ、地図を読む方法の一つ、コンパスの方位を用いることで自分の位置と目的地を把握する手法。はいはいはい。 SRT の隊員なら大抵身につけてるスキルだ。大船に乗ったつもりで任せてくれ。お、さて、あっちに見える峰がおそらく白石峰だから、北と、これなんていうんだ、地北ってもかなの誤差を算出、それから現在の座標を。よし、わかったぞ。私が今ここにいるチャーリー9地点。ほうほうほう。一番近い道路は10度方向に約3キロ。3キロか。こっちは先生、ついてこい。うん、大丈夫なんだよな。数時間後。おや、結構歩いたはずだが道路が見えてこない。妙だな。おかしいね。計測は完璧だったはずなのに。まさかあれは白石峰じゃなくて黒石峰。前提条件が定かでないなんて、実践ではこういうこともあるのか。すまない。あ、共犯には書いてないことか。もう日が暮れそうだし。え、二人でビバーク。ほう。何をしてるんだ先生。
あー、先生あれかな、現代手法を使う感じかな。 GPS で位置の確認をしようかなって。最初からしてくれ。 GPS、 東北に 500m 行くとシャーレ方面に向かうバス停が。ごめん。おい、どうしてそれを先に教えてくれなかったんだ。いや、でもサキがそんな意気揚々とやってたから。ああ、やっぱり。ごめん、ウキウキで頑張ってるサキが可愛くて。いや、まあそうね、努力に水を差したくなくて。でもどん、はあ、そんな理由で野宿を確保する直前まで。ああ、もうバカかお前は。うん、そうだ。怒る先をなだめながら。あ、ここはヒヤガラなんだ。なだめながら深夜のバスでシャーレに戻ってきた。たくさん取ったタラボは天ぷらにして、さっきと一緒に美味しく食べた。まさか二人で食べたのか。先生、シャーレのテレビって録画機能ついてるか。今夜クロノスチャンネルで気になるドキュメンタリーがあって。へえ、録画しておくか。あ、助かる、ありがとう。なになに、最近はやたらと機能が多い機器ばっかりで、マニュアルもどんどんデジタル化されて読みづらいし、シンプルな機能で使いやすかった。昔の製品が恋しい。いや、昔も何もそんな、さっきねえ。ん、それはつまり私がおばあちゃんだと言いたいのか。いや、逆で。行ってみるか。台は小を兼ねる。お、問題のメモロビが近づいてきましたね。さっき何かいいことでもあった？どうも、先生です。ちょっとな、これを見てくれ。今朝は近所のフリーマーケットで珍しいものを見つけた。見て驚くなよ。37mm シャベル追撃砲だ。この顔が可愛いんだよな。いや、この笑顔、オンリーワンじゃない、ナンバーワンかもしれない。何それ。あら、なるほど、先生は初めて見るのかもしれないな。この追撃砲は昔とあるレッドウィンター連邦学園出身の物好きが作ったもので、シャベルとしても使える追撃砲。レッドウィンター、それは本当に使えるのか。もう生産記録もほとんど残ってない珍しいものだし、知らなくてもおかしくはない。普段この砲身を取ってみたいに握ってシャベルとして使って、敵が現れたらこう構えて追撃砲として使うことができる。はいはいはい。シャベルにも追撃砲になるなんてすごいと思わないか。まあね、すごいけど、これ一つでいろんな事態に対応できる、まさに夢のような発明品という感じで、素晴らしいものなのにどうして生産終了になったんだか全くもって理解できない。レッドウィンター製か。思ったより使い道がなかったからか。それは聞き捨てならない。お、シャベルに追撃砲だぞ。機能は多ければ多い方がいい。一度でも塹壕を作ったことあれば誰でも共感してくれるはず。あずさ、どう思う、これ使える。そういった経験もないお偉いさん方のせいで生産終了に追い込まれたんだろうな。よし、決めた。私が実際にうまく使うことでこの装備の有用性を改めて証明してやる。ならまずは錆を落とした方が。ああ、そんなに錆びてるんだ。確かによく見るとすごい錆がついてる。まあ倉庫にずっと放置されてたらしいから仕方ない。まあこれくらいなら私の方で手入れできる。まずは分解して掃除して油を塗って、ちゃんと整備すれば新品同然になるはずだ。ほうほう、あ、かわいい。よし、じゃあ追撃砲手入れ開始をする。手伝ってくれ先生。うん、初めてだけど頑張るね。おお、あ、なるほど、なるほどね。中が詰まってるのか、下打ち全然抜けない。いい下打ちだ。もっと滑りを良くしないと。先生、そこにある潤滑油をこっちの方にくれるか。
潤滑油。まあまあ、タイはない。お、これならいけるんじゃ。うん。ああ、かわいい。こうしてサビを剥がしてる瞬間は本当に気持ちいい。なんだか手つきが気になって、ちょっと直視できない？先生。はあ、これは神聖な手入れの作業だぞ。何言ってんだバカ。さっき、あれ、終わった。うーん、いい笑顔だ。先生も先生であれだけど、さっきもさっきだな。ああ。いいですね。やはりクラシカルな武器にはそれならではの魅力がある。さて、綺麗なところだし、一度射撃テストも。おほほ。標準よし、装填完了、発射。ん？あれ？不発？そんなはずは。もう一度。あら？どうしてこんなことに。威力も弱いし。どうした、 30mm 榴弾がダメなのか。この威力じゃトーチカどころか鉄棒も貫けない。大丈夫だ。威力はちょっとあれだけど、この追撃砲にはまだシャベルとしても使えるっていうメリットが。これは雲行きが。例えばほら、ここの土をこんなに軽々と。軽々と。シャベルちっちゃそうだな。ああ、もう砲身が邪魔、しかも重い。こうなる塹壕掘るくらいならいっそ素手でやった方が早いだろう。ああ、そこまで。やっぱり使われなかった武器にはそれなりの理由があるんだね。せっかく手に入れた珍しい装備なのに、きっと何か使い道があるかな。その後、さっきはしばらくの間シャベル追撃砲を持ち歩いて使い道を探していたものの、結局分解しそうだね。結局無理に使うことを諦めたのか、近くの物置にひっそりと埃をかぶることになった。しょうがない。バルキューレの知り合いから聞いた。へえ、知り合い。公園の裏手のある山にキャンプ用品がいろいろ捨てられたらしい。昔ちょっとした基地みたいなものがあったらしく、そこがなくなった時に放置されたとか。たとえ古いものだとしても、今の私たちにとってはないよりマシ。ちょっと今週末に行こうと思ってるんだけど、その聞いた感じ多分量が多くて手伝ってくれたら助かる。おお、あれだね、さっきって遠慮なくこうやって手伝ってくれたら助かるって感じで言ってくれるんだね。うん、了解、喜んで。ありがとう。わお、なんかみんな忙しいらしくて、でも一人で往復するもあれだし。そういえばその山結構登山道が険しいみたいだから、多分ちゃんとした格好で来た方がいい。行ってみましょうか。準備OK? 山の中腹あたりに行くと、そこには確かにいくつかのキャンプ用品や物資が捨てられていた。お、これはなかなか悪くないな。レインコートに 7.6mm ライフル弾。これくらいの状態なら十分使えそうだし、いろいろ節約できそうだ。ところで先生はいつまでもそこで何してるんだ？え、何してんの？こんなとこで迷子になったら大変なことになるぞ。さすが荷物多いしね、今回。もう前みたいになりたくないし。まあさすがにね。この間道に迷ったのは先だったような。先生、行っちゃうのそれ。うるさい、話を蒸し返すな。それにあなたを毒蔵も復讐したし、周りの地理も把握してきた。それに何よりスマホがあるから GPS 機能が使える。この状態で道に迷うはずがない。ほう。まあそれはともかく、山は何が起きるかわからない。日が暮れる前に早く戻ろう。そうだね。お、早い。ん？どうしたの？先生？変な歩き方してないか。どうしたの？もしかして怪我でもしてるとか？なんだろう、肩がちょっと、カバンの紐が食い込むからかな。おや？
そこに一旦座れ。カバンも下ろして上着を脱ぐ。え、ここで脱ぐの？恥ずかしい。バカか先生は。恥ずかしがってる場合かバカ。そうだよな。でも先生の気持ちわかるよ。あー、水ぶくれか。痛いな。先生はこうして重い荷物を背負いながらの登山は経験が少ないんだな。いや、まあ普通はないかな。こういう生地が薄い服を着てると荷物の厚さが直に伝わってくる。それで水ぼこになったり皮膚に裂傷が生まれやすい。あー、なるほどね。じゃあこれ生地厚いんだ結構。だからしっかりさ服装でって言ったのに。いや、だってそんな知識ないって。あ、なんだか暑くて逆だバカ。肌が柔らかくなる暑い日こそ。肌が柔らかくなる暑い日、そういった対策はちゃんとしないといけないんだ。これくらい教派によく書いてあることだってのに。だってそんな知らないよ。何か重ね着できる服とかは？それか荷物を減らすか。おお、大丈夫、気にしないで。少し休んだら楽になったから。休んでどうにかなる問題じゃない気がするけど。はあ、先生のことだし、いろいろ用意するべきだったか。ああ、なんか、ごめん。仕方ない。はい、これ。衝撃を吸収するためのパッド、カバンの紐部分に当てれば、だいぶ楽になると思う。え、さっきは？これ、さっきが今までつけてたやつじゃ。そうだけど、大丈夫？予備とかないし、使わないよりマシだろうし。どうせ私は SRT の訓練で慣れてるから別に気にしなくていい。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。あ、先生。受け取ったパッドをまじまじと見つめる。先生。何を？お前まさか匂い嗅いでないだろうな。先生、キモいよ。さすがに。だから嫌だったんだ。汗かいたって分かってたのに。やっぱり返せ。そらそうだ。まだ冤罪か？日頃の行いかな。あはは。逃げるの返せって。いや、BGM 相まっていいな、これ。この BGM いいよな、本当に。最終的にサキが渡してくれたパッドのおかげで無事下山することはできたものの、あ、後で追いつかれた先にかなり強めのグーで殴られた。おー、よかったじゃん。さてサキか。いやー、でも本当念願かなってなんとか手に入れられたって感じですけど、手に入れたっていうか迎え入れられたって感じか。いやー、かわいいよなぁ。鉄棒の上からしか、芸が細かい。なにこれ、すご。ちゃんとプルプル揺れてる。鉄棒撫でてるってわかる、これ。うわぁ、サキのこの顔、そうだよなぁ。サキはこういう顔するよ、絶対。これ鉄棒なしバーってどうにかできないのかな。くそー、これ衣装違いの時はもう鉄棒さすがに取ってるよな多分。この鉄棒もほんと可愛いよね。うさぎの目をして耳つけて。あー、でもやっぱり使い込んでるっていう感じが伝わってくるね、これ。かわいい。うまい。中が詰まってるのか、全然抜けない。この舌打ちやっぱいいよな。もっと滑りを良くしないと。ふむ。先生、そこにある潤滑油をこっちの方にくれるか？潤滑油ね。お、これならいけるんじゃ。
こうしてサビを剥がしてる瞬間は本当に気持ちいい。まあ、わかるよ。汚れ落としたりするときって気持ちいいよな。なんだか手つきが気になってちょっと直視できない。これ先生ちょっとキモいよな。はあ、これは神聖な手入れの作業だぞ。何言ってんだバカ。でもこれに反応する先ってそういうこと？どういうこと？いや、そういうことか。もっと滑りを良くしないと。先生、そこにある潤滑油をこっちの方にくれるか。下打ちもう一回来ないかな。なんだか手つきが気になって来ないな。ちょっと直視できない。はあ、これは神聖な手入れの作業だぞ。何言ってんだバカ。お、これならいけるんじゃ。うまい。中が詰まってるのか、全然抜けない。いいね。いやー、かわいい。いや、さっきだよ。俺は先を引く。いける。信じてる。頼んだ。まあまあまあ。クロミセリカよ。セリカ。言っとくけど、私が一緒になる以上、真面目にやってよね。もう一回だけ。説明や解説が必要なら私に任せてください。ダメか。おお、最低保証。手がしびれてくるね。物語のように私たちの物語が始まります。いやあ、お願い。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います、うん、お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。お願いします。どうだ。あー、来い。お、あ、自警団任務の延長ですね。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。いや、全ての出会いは必然。これからどうぞよろしくお願いします。先生、ちょっとやめよう。俺はもう覚悟決めた。
絶対引いてやる。来い。はい。まあまあ、まあ、ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。行くぞ。お願い。あのな、私に任せてください。お願い。あっ、よし、お願い、お願いします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 。おっ、SRT 特殊学校ラビット招待のトライサキ。ああ。で、シャーレの標本はどこにある？ここだ。ここにあるぞ、サキ。よかったー。